安佐南区東山本の獅子ヶ谷ふれあい広場で第13回もみじ祭りが開かれました。会場にはピザや豚汁、焼き魚を販売する飲食ブースが設けられたほか、野菜や果物など新鮮な食材の販売が行われました。獅子ヶ谷ふれあい広場は NPO 法人里山環境保全緑会が地域の人たちの交流の場にしたいと廃棄されていたゴミを撤去し整備しました。2年前の豪雨災害では土砂が流れ込み大きな被害を受けましたが、大勢のボランティアの協力もあり2ヶ月で復旧しました。地元の人たちはここ山をきれいにすることでね、防災にも役に立つし、まあ、よくやってくれとると言われるんですよね。で、子どもたちは山で遊びたい人もいますんでね、山で遊んだりするのに、まあまあ春日野さんからも来てもらうし、町からも来てもらうし。獅子ヶ谷ふれあい広場は春の山菜祭りや秋のもみじ祭りのほか、山本小学校や春日野小学校4年生の総合学習の場としても活用しています。総合学習では施設の見学、ものづくり体験、植物や昆虫の生態を紹介します。この日は山本小学校の酒井よし子校長が総合学習を受けた児童たちの感想を披露しました。広場に来て展望台に来ました。展望台も階段も木を使って緑会の方たちが自分たちで作っているのがすごいと思いました。ここを自然災害とかがあって直すのはすごい大変そうだけど、それでもくじけず頑張ってやっているのがすごいなと思いました。学校には学校の生徒たちがその発表会ですね、ここで来た発表会をどんなことで面白かったっけ、僕も今度は大きくなったら山行こうとか思うとかいうの活動を先生からたちから言ってもらって、まあ反応はいいと思うんですがね。祭りは午後2時まで行われ、訪れた人は焼き芋やピザ、豚汁を味わったほか、ミニコンサートやウサギとの触れ合いを楽しみました。初めて来たんですけど、また来年も来たいなと思ってます。大人のロマンというか詰まってるなっていう感じがしました。なんか苦手で楽しそうだなって。もみじがね、紅葉してるとこをね、じっくり見たいと思ってね。素晴らしい景色を見ながら歩いて、しんどくてもやっぱりそれは素晴らしいことですね。すごいちょっと登るから、ちょっといつも行くのは疲れるなと思うんだけど、友達とみんなで行くとなんか楽しいし、絆が深まるので、とてもあれ、なんか行くのに楽しいです、すごく。佐伯区の五日市農祭館で JA 祭り in 佐伯区が行われ、多くの来場者がステージでの催しや農産物の即売会を楽しみました。この祭りは JA 広島市の職員で作る実行委員会が毎年行っているもので、今回で10回目です。会場ではステージイベントが行われたほか、佐伯区の JA 広島市各支店と地元の団体が地域の特産品を販売する屋台などおよそ30のブースを出しました。そうですね、1回目から始めてやはり地域の方にこれだけですね、来ていただいて、浸透してきた実感を感じさせていただいているようなところです。今日も生産者の方からのたくさん
農産物を出品いただいてるんですけれども、まあ、それをきっかけにして、まあ、佐伯区の農業自体も盛り上げていただいて、で、まあ、新しく佐伯区に来られた方々も、まあ、佐伯区の農業が頑張っている姿をですね、しっかりと見ていただける、そんなあの交流の場をもっと作れたらと思っています。祭りでは前日に審査が行われた農産物品評会の表彰式がありました。今年は63名の生産者が野菜や果物など188点を出品し、そのうち金賞に選ばれた3点が表彰を受けました。おめでとうございます。石内地区の石川幸次郎さんが栽培したカリフラワーは大きさや形、色が評価され佐伯区長賞に輝きました。大変光栄なことで喜んでますやっぱり品質のいいものをね、とにかくたくさん作って消費者に喜んでもらうということですよね。品評会に出された農産物は祭りの即売会で販売されました。地元で育った新鮮な野菜や果物を安く購入できるとあって、即売会には多くの来場者で行列ができ、30分ほどで完売しました。お目当てのものは買えました？うん、これだ。これを買おう。よかったよ。新しいの安くもらってね、去年は白菜多いのもらったの、買ったの。漬物にしたらね、いや美味しかったですよ。会場には湯来町の佐護谷牧場からやってきた子牛と触れ合うことのできるブースや、餅つき体験、射的などのゲームコーナーも設けられていました。巻きに来たのでそれが楽しみです。今年のお祭りはいかがですか？これもう賑やかでね、すごい賑わいでね、たくさんの人でびっくりしてますよ私、うん、こんなに多いのは初めてじゃないですか？お天気も良くてとっても楽しいイベントだなって思いました。皆さん、ここには当たりましょう。綿菓子が食べたいよね。綿菓子食べ行こうね。